どうもこんにちは、いつも沼吹きで成し遂げたいオンドレアスです。今回は前回30連で引き当てたギラズール・アンジェロキの沼ガチャ武器で成し遂げていくよ。本体は30連で出ましたが、ここからが Y の戦い。ついてこれるかな？ちなみに沼ガチャ武器というのは、本体とは違い、特に確率ピックアップがされておらず、文字通り沼の中から引き当てないと使えない武器ですね。なぜ新規武器はピックアップしないのでしょうか、などです。そして200連を過ぎ去り、余裕の300連にと、突入だー。たまにガチャっていくらなんですかと聞かれるので、お答えしますと、1回転300円ですね。10連で回しているので、出ましたって画面が切り替わるたびに3000円が空の彼方に消え去っております。そして怒涛の500連。ちなみに私の最高記録はスタークジェガンの沼ガチャグッチのバズーカ660連。これは、ついに最高記録を抜くか？ 660 連、19万、8000円を、20万円の大台を抜き去っていく。それい。ここまで来ると逆に楽しくなってきました。嘘です。全然楽しくないです。はよ当たれ。820、830、900も数分走行、それい。ついに現場トーペプレイヤーが到達し得なかった多分1000連が目の前に、大幅記録更新、サムネイルが楽しみですね。おおおお、これが沼吹きだー。1000回転、300×とあら大変、それい。これ本当に当たるのか？ああ、すいません、急に冷静になってしまいました。ちなみにめちゃくちゃ当たらないわけなんですけども、今回の沼ガチャは星に、確率 28% の星2を引き、その星2の200種類の中からピンポイントに引かないと使えないという、確率にするとなんと 0.14%、こんだけ出ないのも普通にあり得る範囲内。オンドレアスもガチャもイカれてるで、それい。クレジットカードが課金しすぎで使えなくなりました。こんな時のために PSN カードを買っておいたんだぜ。なんだと？クレジットカードもそもそも限度額までいってないので、どうもソニー側からこいつ課金しすぎや的な感じで、遮断されてるっぽいですね。課金させろ。24時間間置くことでなんとか課金できるようになりました。ここからは地獄だぞガチ。だがーまたの沼。どんどん行ってみましょう。おー、見たかー。ちょうど1800回転54万円ぽっきり。いきますよ、せーの、成し遂げたぜ。早速その性能の方見ていきましょう。品質チェーク。どうですかこの洗練された黒光り。これが54万円の輝きです。性能チェーク。切り替えは1秒。ビームショットライフルよりはちょい遅いですね。ノンチャージは即よろけ静止打ちでヒート率高め。蓄積よろけ値は低いのでビームマシンガンと併用しても、100% 蓄積するのにノンチャ、ビームマシンガン4発が必要。蓄積よろけを取る際の武装としては期待できない。ノンチャージの活用法として、ビームマシンガンでよろけを取り、そこによろけ重ね。これはまあまあ使えるんじゃないでしょうか。運動ですかね。正直弱そうじゃないですか。これなら30円ぐらいでもいかったんじゃないでしょうか。足がいい。本兵装は強よろけを付与する5段ヒットデスビームでありながら、チャージを始めればその後移動しながらのチャージが可能。威力はノンチャージが2600に対し、フルチャージは1200を5段の6000で一発を出し、本兵装は伏せ打ちはできませんが、というかこの機体自体が伏せれないっぽいんですが、本兵装の優れた点として打ちながら多少動かせること。これにより外したり、当たりながら敵が動いても修正して当て続けやすくなってますね。それでは実戦の方行ってみましょう。やっていきましょう。まずは初動からこのランボルギーニランゲブルーの崩壊の力を見せつける。デスビームがお好き？結構、ではますます好きになりますよ。さあさどうぞ、沼ガチャ武器のニューモデルです。このランラン砲なんですけども、移動チャージができる、曲げ打ちができる。この2点が非常にでかい、メガビーム系の中でもかなり扱いやすい武装となっていますね。弱点としては一発オーバーヒート。
その時間を稼ぐのには副兵装のビームマシンガンしかないのですが、こちらをノイチャージでばらまくと一瞬でリロードに入るので、ランラン4オバヒ後は、ビームマシンガンをフルチャメインで使うことで、絶え間なく戦うことができるようになりますね。曲げ打ちができるので、鉄塔ぶっ破ができますね。慎重になりもじもじしてるとその間火力ロス、沼ガチャブックということは置いといて、使用感はなかなかいいですね。あ、大事な要素として、本来はこの武装、オーバーヒート時間が20秒とめっちゃ長いのですが、カスタムパーツ補助ジェネレーターを積むことで 15.2 秒に 4.8 秒の大幅短縮しております。方向の光を民家で隠し、カウンタースナイプを警戒からの、グミンドもね、お前らは死んだ、残らず消してやる。手心を加えないのは今回だけとしよう。正面の敵を殲滅したいところですが、後ろから強襲機臭い動きをギンギンに感じます。やはり強襲機、射撃が得意なガズエルブラウですね。ちなみに今回積んでいる補助ジェネレーターは1、2、4。本当はまだガン積みできるんですが、他のカスタムパーツがろくなもの積めなくなるので、ランラン砲の回転を重視しつつも、他とのバランスを取ったカスタムパーツ構成となっております。1枚で前に出てきてるやつがいますね。これはボコボコにしたい。フルチャージ完了です。お任せください。Y の背中のこいつらが見えるか。54人の日記だ。こいつオーバーヒートしてます。よーよろけだと？どうやら敵の支援機ギラ動画重装型の支援射撃。本気の立ち回りとして、ランラン4オーバヒ後はフルチャ主軸のビームマシンガンを残弾がなくなるまで撃ちますが、もちろんこのようにすぐ撃たせてくれない場面も多々ありますね。そういう場合は撃ち切らずともリロードし、ランラン4のチャージに入るようにしております。ランラン4フルチャージショット前はしっかりビームマシンガンをリロードしておかないと、長時間ビーム放置しかないヤバスタイになるのでかなり注意が必要ですね。おはようございまーす。この武装、地味に射程が550と長いのもプラスポイント。ノンチャージショットはぶっちゃけ微妙ですので、目の前で味方がしばかれてる時ですとか、よっぽどメインをチャージしてる場合じゃない時にしか使わないですかね。さて、私のヘルスもヤバいですが、味方のヘルスもなかなかにヤバい。ここで輝く射程550、ドッキドキ、ポジションチェンジの時間だよ。ザンジバルをキャンプ地とする、今こそぶっ放すジオンの方向、鉄塔ぶっ破からのマグ射撃。もたもたしてたら止められるのがデスビーム、素早く撃てるのは大きなアド、残る味方は一機、もう前線がもたんと気が来ている。さらにポジションチェンジ、機動力でボコられやすい支援機はポジションで優位に立つのが重要。ランラン4、ステンバイ、ステンバイ。ランラン砲が冷えましたね。デスビーム撃強ポジションの力見せてくれる。アンジェロキの機動力ならば、出て、セーフ、なんとか巣穴にたどり着けました。左側に入り有利射線からの、デスビーム。空中撃墜にも曲げ射撃でしっかりフルヒット。ここで同門対決、旧世代機、シャーの忘れがたみが、支援機らしからぬ強制噴射による華麗な砲撃回避。と思ったけど今の当たってるな。さ、ビームマシンガンは残り2発、5発なくてもフルチャージが打てるその特性と、メインのノンチャージ活用、そして味方のエッチなカットで見事撃滅圧倒、ナイスです。敵は湧いてそうですね、行くぞ、突撃だー。で、置きミサイルだとおおおアンジェロ2人目、参ります。残り時間は3分。スコアはリードしておりますが、まだまだ油断できない差ですね。いつもの鉄塔ぶっぱ参ります。曲がれー。ワンヒットか。しかしこの武装カスあたりでも今日よろけ取られるので、撃たれる側は非常に鬱陶しいんじゃないでしょうか。逆にこいつを相手取った場合は、デスビームを最短でも14秒はビームマシンガンしかないので、ボコボコにするチャンスですね。ただこの機体600コスト支援機でもトップクラスに硬いので、汎用機でどうにかするには時間がかかりすぎる。強襲機さんが頑張らないとデスビームはやまない。砲撃が来ますが、まあ私じゃないでしょう。デスビーム、砲撃私でした。もしかしてヘイト高まってる。そしてこの砲撃当たりすぎやろ何回当たるねん。卑劣な連邦兵どもね、中継地点は取らせはせん取らせはせんぞ。歩兵とのコンビネーションよろけを取るも、
こういう場面での即よろけ能力が低くつくね。初期兵装のビームショットライフルと比べ、かなり近接戦は辛くなっておりますね。おやおやおや、背中を向けているドーベンウルフ、これは好機の予感。ドーベンは本当に可愛いですね。背中を撫でてあげましょう。本拠点ガンジェネされましたが、拠点爆破には至ってないのでかなり有利。めっちゃダメージ入る機体がいますね。キリンダメだよ、ビーム装甲は乗らなくちゃー。甲骨とビーム装甲の大切さを身をもって分からせてやるなり。おお、結構入るな。ノンチャージショットからのフルチャージスタンバイ。いい距離感、550の射程に貴様らは入っているぞ。さて、ドイツを狙うか。スラキャンを待ってからのここですぞ。味方ごと撃つのか。バナージ君、これは戦いなのだよ。あとは強襲機に駆られないように立ち回りましょう。強襲機いたわ。しかし私が今ここ離れると突っ込まれて後ろから撃滅されそう。残り25秒、このポジションを死守する。そろそろ冷えましたね。ラストのランボルギーニランゲブルーの崩壊、この武装は何たって馬力が違う。余裕の1800回転、方向から飛び出すリッチ。このヘルスなら強襲機といえどやれるのでは。強襲機何するものぞ。ダメージだけじゃない、強よろけによるアシストも強みやで。残り時間はビームマシンガンでペチリンコ。ペチリンコってダメージじゃねえぞ。いきますよ、せーの。成し遂げたぜ。新たなる沼武器、ランボルギーニランゲブルーの崩壊でした。使ってみると移動チャージと曲げ打ち、そしてマシンガンのフルチャ運用でクールタイムも気になりませんでした。火力と強よろけ、射程もあり対面はなかなかうざいと思いますね。ただ54万円の価値はないかなと思いました。オンドレアス大変やなと思ったそこのあなた、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今回はこの辺でー。